はい、こんにちは。 TicWatch Pro をお持ちの方、今日ね、システムアップデートが入りましたんで、そのやり方を教えたいと思います。システムアップデートがわからない方多いんでね、ちょっとやっていきたいと思います。最初来たらね、システムアップデートという文字が表示されると思いますので、ダウンロードが終わったらですね、こちら設定をクリックします。はい、でこの設定画面出ますよね。でこれをくるくるっと上げていきまして、システム、この一番下のシステムをクリックです。でシステムが出てきましたら、ずっとまた下がりまして、一応端末情報というのを見てみましょう。でこれでモデルが出ますね。で、端末名が出て、バージョンをちょっと見たいんですので、バージョンをタップします。すると Wear OS Google 1.5 ホームアプリの番号と、はい、こう見て取ります。 Android OS は 8.0 と、セキュリティパッチレベルは2018年7月1日となっております。で、どうするかというと、ここですね、バージョンからさらに下がりまして、ずっと下がりまして、システムアップデートというとこが電池の下に出てきます。いいですか。システムアップデートから電池の下、システムアップデートというところをクリックです。クリックするとシステムアップデートをダウンロードして更新されると、最新の状態になっていれば更新されているということです。でそこをクリックするとダウンロードされますので、更新されてる、自動で更新されてもダウンロードされませんのでね、一応このチェックマークが出るように、このシステムアップデートをクリックされて更新をしてください。更新をし終わってね、ダウンロードされると最新の状態ですというこのチェックが出てれば、更新された状態になります。アップデートされてもね、ダウンロードされないと最新の状態になりませんので、今日は皆さん、わからない人のためにシステムアップデートの方法を動画を投稿しました。そんな感じでね、もう一度おさらいしますよ。はい、一番上のボタンを押して設定です。で設定画面に行ったら、ずーっと行きましてシステムです。それからぐるっと下がって、はい、端末情報です。で端末情報をぐるっと下がって、電池の下のシステムアップデートをクリック。で、ここで、最新の状態となるようにすればいいです。でダウンロードするためにはダウンロードと出てきますので、それが終わればこの確認でもう一度最新の状態ですというのがチェックが入ってれば更新されたといった具合で、今日ね、こちらシステムアップデート入りました。今日時刻は10時頃ですかね、9月9日2018年、システムアップデートされました。どこが変わったかというのはちょっとわからないんですけど、まだ取り急ぎ、システムアップデートの仕方を投稿してみました。お役に立てばいいと思います。またね、何がやってほしいということがありましたら投稿してください。コメントの方よろしくお願いします。ではまたです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたです。さよなら。